谷ガレージチャンネル管理人の谷です。今日はね、つれづれなる話ですが、まあつれづれなる部屋話ということでですね、1ヶ月ほど前にこれですね、激安 EMS、 これでまあ筋肉つけようかなと、あ、輝いるというようなことをしておりました。で、1ヶ月間ね、こちらの方をやってきました。毎日ね、飽きずにここにペタッとくっつけてやってきたわけですけど、まあ、その結果どうなったのか、まあ、何も記録を取ってるわけじゃないんですけど、一応ね、体重計で測った体重の話ですね。体重の話でいきますと、まず始める前がですね、私体重が 77.4 だったかな、それぐらいの、体重でした。1ヶ月経って今何キロなのかと言いますと、77.4 でした。変わらずです。まあね、まあ、実際に言うとこれそのものは、まあ、体重減らすっていうものではなくて、まあ、筋肉をつけて、まあ、それのね、付加価値みたいなもので、体重が下がるかもしれないと、まあ、脂肪を燃やしてね、そういうふうなものでございますが、まあ1ヶ月間、まあ、どういうふうにやってたのかと言いますとですね、まあこれの本家本元って言うたらあかんのかな、シックスパッドのページの方で書いてあった正しい使い方っていうので、では毎日ね、同じ場所をすると筋肉が慣れちゃうということで、1日おきにした方がいいということらしいので、1日目5個、2日目はもう1個あるこっちの方ね、こっちの方をこの辺の脇腹につけてというのを、まあ、交互交互にやってたわけですよ。はい、で、まあ前の時もね、話したんですけど、まあこれそのものはね、まあ、マッサージみたいな感じがするのでいいんじゃないかなと、効果的にはどうなんだろうなという気がしたんですけど、まあそう思いながらもね、1ヶ月続けてみました。まあ、さっきね、1ヶ月後の、まあ、体重は結局変わらないということだったんですけども、まあ、体重がね、そもそもこれで変わるようなもんじゃないと思いますし、なんですが、まあ一応1ヶ月の体重の経緯を話すと、初め 77.4 だったのが1週間後には、76まで落ちてます。落ちてるっていうのか、落ちてました。で、ずっとその76ぐらいをキープしてたんですが、この1週間前から急に 77.5 ぐらいまでまた元に戻ったというような感じですね。だからこれは、まあ、体重に関してはね、この期間中これをやりだしたということは追加したことですけども、他になんか食生活が変わったとかそういうことは一切しておりません。食べるものもしっかり食べてますし、ご飯大好きなんで炭水化物ご飯いっぱい食べてるし、肉類、まあ、そういう割はこの期間中肉類がなんか食べたくなって肉をいっぱい食べてたような気もします。筋肉が欲しがってるのかもありませんけどでそういうような感じでしたが、まあ案の定ね、体重の方は何も変わらずじまいでございました。じゃあこれのね、大元となるお腹シックスパッドみたいに6つに割れてんのかと言いますと、ちょっとね、
あのおっさんの お腹なのでアップで映らないように外してみますけど、はい、こんな感じで1ヶ月前と見た目で大して変わった分もありませんただね、まあこれから先もね、ちょっとまだこれはまだ検証していこうかなと思ってます。なぜかと言いますと、やっててね何にもないのかっていうと、まあ、普段私が何も運動してないからなんていうのもあるんだと思いますが、意外とね何か効果がありそうな気がするっていうやつなんです。これもまあ始め出してね、あの筋肉を鍛えているやつっていうことですと、まあ、通常すると筋肉痛が出てくるというような感じなんですけど、これの場合はつけて、まあ、1日2日1週間っていうふうにやっててもですね、筋肉痛の気の字も出てこないぐらい何にもないなと、こんなに何も出てこないんだったら筋肉鍛えられないだろうなっていうような感じだったんですが、1ヶ月ってことはないな、3週間ぐらいかな、3週間ぐらい経ったぐらいからやってた中の、まあ、お腹の中の筋肉の方が若干筋肉痛っぽいような感じの動きを示しております。ってことはまあ何かしらの意味はあるんじゃないかなというようなことでね、まあ、続けてやっていこうかなと思ってます。で、まあ、ちなみに、まあ、これ見てるとね、脂肪が多い人には効きにくいということで、まあ、太ってる人には効きにくいということの話なんですけど、だから、まあ、筋肉痛くるのにも3週間かかったのかも分かりませんが、今はねこれそれでもつけてると、当初の頃は体が熱くなるということも何もなかったんですが、今はつけて動かして、まあ1回動かすとこれ20分動いてるんですけど、20分後にはねちょっと体がちょっとポカポカするような感じのことにもなってくるので、何かしらの効果があるような気もせんでもないです。で、まあ、あともう一回 おっさんのお腹で申し訳ないですけど、全く気のせいでしょうけど、あばらの上ぐらいのこの辺の筋肉が若干前に比べるとちょこっとついたような気がしないでもない全く微妙ですけども、1ヶ月後のこれですね、 EMS 激安 EMS を1ヶ月間使った結果の話でございました。まとまってねえね。まあまたね、1ヶ月後、2ヶ月使った結果っていうのもまた話したいかなと思います。それではまたです。ちなみに今回ね、これで撮ったから、ちゃんと撮れてるだろう。